教祖については、投稿者は幹教祖、父は幹教祖を使うことが多かった、取り急ぎ、書き始めるとすぐに規定のご煎じに行ってしまい、最初の見込みと違い、いつも予定の内容が入らず、気がつくと6煎じほどになっていてあれれ、となり、そういうわけで、残った分を入れ置かせていただきます。題目関連の内容が2から3回に分かれるなどについては、今後もご容赦ください。前回の動画のタイトル関係の諸問題、中山幹天理教祖、知られざる有名会の惨劇移転前の三島神社の関連、タイトルについての説明がないよ、と知人から連絡が入りましたので、あと動画関連ですが、葬られた原始天理教の謎、幻の十二電吉家門と終末予言、縁の大船や空海や行基が修行した修験道のメッカに、天理教の中山幹教祖があざり、中野一霊と一緒に惚れていた。周辺にはその伝承が残る、という最初に挙げた動画が、チャンネル動画一覧から見えなくなっているのではないか、という連絡が入りましたので、お手数ですが、天理教幻の十二電菊家紋でご検索していただき、ぜひご視聴ください。根源的疑問、どういう道理をもってすれば、三島神社を破壊して移転し、それで良しとすることができるのであろうか。教祖、徳官様、中山義和、道の台、53号。教祖が月日の社となられて、間もない頃のことです。当時長女、お政様は14歳、松女の古官様は2歳であられましたが、ある夜更け、すでに教祖は寝込んでおられるお政様をお越しになって、お政やご苦労やがお前古官を追うて、三島の明神さんへ行っておくれ、親神様が古官二行をさせよとおっしゃるのや、と仰せになったことがあった、ということであります。そしてこのことは、一度や二度ではなかったようであります。後年お政様のお話によると、私は素直にお母さんの言わはる通り、五感を追うて言ったのやが、不思議なことに眠っているところを起こされて、睡眠ともうるさいとも思わなかったし、また夜更けに、人気のない寂しい鎮守の森へ行くのに、寂しいとも恐ろしいとも思わなかった、と言っておられます。は、投稿者天理教信仰者の誰もが知っているように、月日の社となられる以前の幹教祖が、31歳の文政11年、母親の父不足で困っていた近所の赤子、足立照幸女王を預かり、その預かり子が国宝葬にかかり、命のないところを中山家の氏神である、古御霊という古明神を祀る三島神社、旧名一位の森神社縄文時代からの古川の祭祀地点の一つとも言われる地に、桃姫の肌足参りをして命乞いの祈願をされた。その際、我が子二人の命と自分の命との引き換えに、赤子の全開のみならず、80歳までの寿命をも祈願した純粋な精神の物ざねが、古明神を通して、天の月日良神に通じた。古御霊については、異彩が質量的に膨大なので、次回か次々回以降から、文脈に応じ触れていく予定です。教祖存命中国言のお話、聖文委員参照、教祖様、古の宮へ五願掛けの時、古の明神より、天の神様へ通じ、月日様仰せには、土俵もないものが出てきた。土俵もないものが出てきた。助けてやらにゃなろうまい。我が子二人の寿命を備え、我が命までも捨てていとわんという。頼もしい。心のもの、世界中に今一人とあろうまい。土俵もないものが、出てきたで、と聞かせられしと、これが発端となり、神がかりが常態化していくわけですが、以後、その、教祖中山幹を頻繁に浸かり、日本、大和を頻繁に発話する神、の啓示へと繋がっていったのです。おそらく宗教学科だけでなく、教皇本科であれ、教職員であれ、図書館司書をしながらの兼務の研究者であれ、誰もがひとまず、そう総括するはずです。その教内の歩みの歴史の中で、一名一人各一ページの取り組みの場面が、母数100万人いた天理教なのですから、30年単位であれば、500ページくらいはあった、ということ等が、本来なら普通に出退する事象でありしょう。
より非常に小さい、割り込みより非常に大きい中山義和先生に関して、その周辺の事柄についてです。本 N 実文協会の会長をされていた先生ですが、その時代のボロボロの軽自動車に乗り御用で走り回る光景の先生の代と、お生産の筋ということもあってなのでしょうか、天理教本部の命令。で、神殿から見て川の方角の F 以下との関係修復の交渉もされていたようです。というのも、投稿者が、オウム事件の年の夏季休暇の暑い時期、兵庫県三木市の永日神社を訪れた際に、詳細を聞かせていただいたところによると、レイコレ上司の妹さん、お生さんのひ孫子が高齢でしたが、永神社にお住まいされていたと記憶します。お手振りの手の綺麗さで有名な三枚伝文協会の M 川智玲先生は、教祖40年祭ができないから、と、小学校4年生くらいの自分に本部から迎えが来て天理に帰った、という話でした。宮、大工などの使うカンナ、美濃、ノコギリの鍛冶の生産地である三木市ですが、天理教信仰者の誰もが、表大工、裏鍛冶屋という真意が思い浮かぶところでしょう。慶沢はノコギリ鍛冶です、と紹介してくださった慶沢さんは、投稿者の帰りには、五二世三神楽歌と、美濃心得、と朝日神社の印字のある分厚めの茶封筒に入ったお塩をいただきました。中山義和先生の娘先生の方が、三木に大教会のようになっている親戚筋があるのやけど、と煽っていた通り、木造の築80から90年ほどに見える、庭は適度に少し起伏のあるゴルフ場の箱庭のような感じでありました。その日、印象に残ったのは、神殿隅の地味な執務場のような場所に、皇室の方々が映るおぼきなカレンダーがかけてあったことです。二代目教祖、チカさんと呼ばれていた、井出国氏の教えに、深く合点納得がいった記憶があります。井出国氏についても、文脈に応じて触れていきたいと思います。まだ2000字以上あるようなので、その井出国氏に少し関係することに触れます。父のメモ帳によれば、当時、大麻の天理研究会に対抗するために、高知のままだった百久静の解釈、西に余分一人、胆の大きい木、塔の霊の文言や、屋敷の空間にお指図の内容を照合した解釈と、昭和初期に慌てるようにお指図解釈刊行会として本部から出された専門書手、異彩の書籍の中に井出国氏のことを、播州の親様、二代目教祖、と表現する記述あり、ということのようです。いわば、通常の知性の環境であるならば、三島神社の古明神が中山幹への啓示という神との交わりの切りかかけとなった可能性は排除できない。どころか優先順位上位の中で探求されるべき課題であるはずです。まして、日本の宗教界や神道界や教養や内容深めのスピリチュアルの方々、一部、この第八巣日本において、天理教が能力不足になってしまっている話し医者の領域の役割を果たしてくださっているの間では、月日の神、360度可能性の立場で、ある程度のイスタブリッシュしている項目を交渉範囲に含めるとすれば、いわゆる日月というの流れの範囲内なのか、それとも、尾本系や、神戸台の石の切り出し場所の S か、この屋敷にも中山家文化が交渉で出入り、そのエスカでずっと、M 雲 R 三神事、と仁一輪の仕組み、の執筆中であった M 雲 R さんとの指針は次回以降、絵人間を仲介する新人として、生き神の者となられたような存在ということは、前期のような宗教領域、専門家の中では半ば常識となっており、しかも三島神社の地点が天理教の中山幹教祖の最初の典型地点として認識されている方が多いというのは社会生活上時折遭遇する場面でしょう。残念ながら天理教、男児には興味はないが幹教祖の教えは勉強しているという人と投稿者は今まで複数出会ったことがあり潜在的にはかなりの数がいらっしゃると思います。三島神社の問題を概して抽象するならば、誰もが同じ命題に到達するはずです。三島神社なくして天理教の発生はありえなかった、と。
軽浮上重要な、二気競争に縁深い、可能性が非常に高い神の静まる社や鎮守の森を吹けば飛ぶように、あたかも、もののけ姫の首かしげる白いゆらゆら小玉の木々の精霊が、早手で吹き散らかされ、それぞれお白じゃりと角型アニメのマンホールに生まれ変わらせてやる、のごとく内画台にした事実は、日の本署屋敷周辺どころか、日本の有名界に重大な狂いを生じさせた恐れあり、と考えが及ぶのは当然でありましょう。三島神社と古明神に関しては、あといくつか重要な学ぶべき事柄があるのですが、そのことについて、父が言うには、その意味深そうなことが載っている書籍は、今度、読んでみればいい、紛失してしまったようなので、今度探しておくなどと、そう言いながら、語気言う場面の描写として、次のようなものがあるんだ、と、メモ帳のから折りたたんだ白い紙を差し出した。その雑記帳のような紙に書かれていたものは、白藤義次郎先生という方の、五教祖五輪中のお指図の考察についての速記メモのようなものだった。当時の資料修正部の先生らしく、その内容は、鳴り響いてくる勇ましい陽気なお勤めの歌声、楽の音を聞こしめされて、糸を揃い足毛に配されたか、ついでそのお勤め半ばを過ぐる頃より、北枕西向きとならせられ、お右手を外孫梶本久女の胸に、お左手をお自らのお胸の上に置かせられて、静かにお休み遊ばされたのであります。そして、その横には、二代魔柱、道具衆のマスの日記だった。教祖の五期優の時派ご神体を召しもどうかし給付ことなく、北枕逃がし西むつて右の手を、久様の胸二十手、左手を胸に上瀬玉比、いささかも変らせ給付ことなく、すやすやと眠るがごとく正気玉ひたり、確か、阪神大震災の3年後の1998年のゴールデンウィーク頃に、父が言った話は昨日のことのように覚えている。二気競争のご起遊の際の北枕西向きは、世上に言う東北面にし、つまり入滅したお釈迦様のご起遊の様子のことだが、もちろん神と人の間の社として、その写し身としての国家扶助王としての役割を果たしつつ、天輪西王や日輪天女弁財天の意識も終わりだったかもしれない。だが、三木教祖の弟子であるならば、今回の阪神淡路大震災については、肝に銘じなければならないことがある。その震源ポイントは、本部の甘露台の真東だ。しかも、お前の言う茅野の海の血ぬ彦、25年以上門外漢が血ぬ彦と言っていると、それが戦学者の間でも広まりつつあると友人からの教示、つまり教祖先祖氏族の代表的新人格の渦を巻きながら、速い勢いで海深い竜宮に通じる、早水門の位置だった。神の戸が開いた、残念だが、日本家の知らせなどであろう。お前が週末行ってる神戸の教え子も二人出直されたそうだな。理事長から電話が入って、お前は泣いてたじゃないか。これからはおじさんの言うように、しばらくは厳しい時代が来るのだろう。百年祭の後は、大変な時代が来るよ。その西向きの意味もなど。ご文やソフトご音読、ご忍耐感謝致します。よろしければ引き続き、ご視聴ください。